初音舞子さん、いらっしゃい。服飾戦略スタイリスト久保田千尋です。今日はね、ちょっと短めの動画作ってみました。サクッといってみます。白いバッグは便利っていう話なんですけど、これ本当便利で、私今白バッグ以外考えられないんじゃないかぐらいなので、これを皆さんにもお伝えしたくて今日行ってみましょう。普段何気なく選んでいる服は合わせやすい黒や灰色になりがち。もちろん悪くないのですが、合わせやすさを考えると靴もバッグも黒になる。気がつくと全身真っ黒、ちょっと重たい印象に。そんな時に大活躍するのがこの白いバッグたち。同じ黒の服でもバッグを白に変えるだけでパッと印象が華やぎます。コーデはいつも通りで大丈夫。とにかくバッグを白にシフトするだけ。たったこれだけで軽やかな印象になります。これはリュックでも同じで、カーキ色のセットアップいい感じなのですが、夏という季節を考えるともう少し軽やかな印象でもいいかも。そこでリュックを白に変えてみました。たったこれだけですがパッと明るい印象に。大人のリュックはカジュアルすぎて難しいと言われますが、白ならモダンな雰囲気がしていい感じに。このカーキ色のような難しいくすみ色も明度がアップして軽やかな印象に。もちろん黒がダメというわけではなくて、白だと今っぽい印象になるのも事実。しかも白バッグのメリットはコーデを選ばなく、どんな色でもしっくり馴染みます。使い勝手の良さは黒バッグとほとんど同じ。安心して使えます。大きめのバッグも全く同じで、白にすると軽やかな印象に。同じ形で色違いのグレージュのバッグと比べるとちょっとの差ですが、軽い印象になったと思いませんか？大きいバッグだと面積が大きいのもあって、下手するとバッグが歩いてますっていう風になりがちなんですが、白ならそんな心配はいりません。しかも黒い服のを着た時にアクセントになるのも嬉しいです。そうそう、余談ですが軽い印象、しかもおしゃれと言われているグレージュ色のバッグ、ちょっと間違えると老け込んだ印象になるので要注意です。これはいくつもいくつもコーデしてきて分かったことで、この色はめっちゃ難しいです。おしゃれな人が持つとさりげなくていいのですが、なかなかそうは問屋が下ろさない。その点白なら外れなし。ということで今日もお伝えしてきました。何がいいかってね、コーデ選ばないんですよね。なんかバッグ色素敵なのいろいろ持ってると、なんか今日のコーデに合わなかったとか、ちょっとやっちゃった失敗したかもとかっていう時あるじゃないですか。でそれがね、白だとないんですよね。とりあえずこれでいいやと思ったらもうそのまま使えるっていうのがすっごい便利なところなんですよね。そう、なんかもし機会があったらぜひチャレンジしていただきたいなと思います。はい、ということで気に入っていただいたらぜひチャンネル登録お願いします。今日も素敵な一日をお過ごしください。それでは。